アラーウッディイン・フサイン・シャーは、東インドのベンガル・スルターン・アサ、フサイン・シャーヒー・アサの君主。その羊は明らかではなく、ムハンマドの子孫たるサイードであったとも、ベンガルに到来した、アラブ人だとも、旧王家、イリアス・シャーヒー・アサの末裔とも言われている。また、彼自身が、アラビア半島のメッカ出身であるとする説もあれば、 父親がトルキスタンから到来し彼自身はベンガル人とする説もある。このように諸説あるものの、いずれも定説に至っていない。フサイン・シャーは軍人から身を起こし、ハバ主人君主のもとでは最初を務めた。そして、ハバ主人王朝の最後の王シャムスティ・ムザファル・シャーを殺害し、貴族らに選出され、王となり、フサイン・シャーヒ・アサを樹立した。 ここに1487年から続いた混乱に終止符が打たれ、フサインシャーは事態を収集することに成功した。デリー・スルターン・アサとの決着1479年、ジャウンプル・スルターン・アサが、デリー・スルターン・アサのローディー・アサに滅ぼされた後、その君主フサインシャーは、ビハールに退き、そこで抵抗を重ねていたが、1494年に、シュカンダル・ローディーに追い払われた。 フサインシャーは、ベンガルへと逃亡した。1495年、シカンダル・ローディの遠征軍がベンガルに侵入し、数字にわたる戦役が繰り広げられた。その結果、同年に、フサインシャーは、ローディや里領土の現状を維持、相互不可侵の協定を結んだ。また、未確定であった、国境線が確定され、デリーから実行ある独立が宣言された。以後、 エリスルターン・アサトの争いはなくなった。アッサム方面への遠征1499年から1502年にかけて、フサインシャーは将軍シャイスマー・イールガズイに、アッサム方面のカーマタ王国を攻めさせた。彼は、カーマタ王国の領土を併合したばかりか、その首都を略奪し、王を捕虜にした。このことは碑文にも記されている。 オリッサとの戦い1508年から翌1509年にかけてシャーイスマーイルガーズイをオリッサのガジャパティアサに遠征させた。そしてこの遠征軍はプリーにまで到達しジャージナガルとカタックを襲撃した。当時ガジャパティアサの君主プラタパルドラは南への遠征で忙しかったがこの方を聞いてオリッサへと戻った。彼はベンガルの遠征軍を破り ベンガルの国境まで追撃し、マンダラン城に包囲した。だが、それを攻め落とすことはできなかった。以降、フサインシャーの治世を通して、ベンガルとオリッサの国境では、断続的な争いが繰り広げられた。トリプラ・アラカンへの遠征フサインシャーは、トリプラ王国へ遠征軍を派遣した。だが、トリプラ側の記録によると、4度遠征軍を派遣した。 ものの、激しい抵抗にあって、領土を獲得できなかったという。だが、ハワース・ハーンのソーナールガーオン・秘文によると、トリプラ王国の領土の一部を獲得したとされる。フサインシャーのトリプラ遠征中、アラカン王国はトリプラ王国を支援した。また、チッタゴンを占領し、フサインシャーの役人らを追放していた。そのため、1513年に、フサインシャーはアラカン王国へ、 遠征軍を派遣した。この遠征でチッタゴンは奪還され、1516年まで遠征は継続された。また、ポルトガルの航海者、バスコダガマが1498年にインドへと来航した。そのため、ポルトガルの死者が外交関係を確立するため、フサインシャーの治世の終わりにベンガルへと来航している。フサインシャーの治世に建設された。 ソーナモスクフサインシャーは内政面では成功を収め政治を長年支配してきたアビシニア人を排斥しヒンドゥー教徒とムスリムを平等に扱いヒンドゥー教徒も政府の重役に任じた。またその知性は文化が栄えベンガル語やベンガル文字が広く使われ多くの詩人や学者が輩出された。そのため彼の知性は中世ベンガルの黄金期と評されている。 フサインシャアは死亡し、息子のナーシルティーヌスラトシャアが多いを継承した。ありがとうございます。